スノーマンのメンバーである安倍良平が最近のあるインタビューで意外な一面を披露しました。カメラに向かってごめんなさいと謝罪する場面があったのです。その背景には他のメンバーの恥ずかしい失敗を暴露するというドラマティックな瞬間がありました。安倍良平は最近のグループの撮影での出来事について語りました。彼が カメラに向かって謝罪するシーンが撮影された時、それは単なる演技ではなく、実際の反応だったことを明かしました。実は、その直前に、メンバーの一人が、ステージ上での歌詞を間違えるハプニングがありました。それは、メンバー全員にとって意外で、恥ずかしい出来事であり、特にそのメンバー自身にとっては、大きなプレッシャーとなりました。良は、その場面では、 僕らの自然なリアクションが求められました。カメラが回っている中で本当に謝罪したかったという気持ちがありましたね。でも、結果的にはそれが良いシーンになったと思いますとコメントしています。また、この出来事はファンにとっても興味深いものでした。スノーマンのメンバーたちが普段の練習やパフォーマンスにどれだけ真剣に取り組んでいるかを垣間見ることができた瞬間であり、 彼らの人間味あふれる一面が観客に伝わった瞬間でもありました。このインタビューでは安倍良平は他にもメンバーとの絆やグループ活動に対する熱い思いについても語っており彼らのファンにとって貴重な情報源となっています。スノーマンは今後も様々なチャレンジとエピソードを通じてファンを魅了し続けることでしょう。彼らの成長と絆が さらなる成功へと導いていくことを期待しています。スノーマン、阿部良平が7月17日放送の、笑ってこらえて。夏休み直前。老いも若きもごめんなさい。安藤沖縄絶景ダーツ SP 夜7時54分マイナス、9、00、日本テレビ系、夜8時スタートの地域ありに、ゲストに登場、メンバーの間違いを暴露する。笑いこら名物企画。 カメラに向かってごめんなさいが久々に復活。同番組は、司会のところジョージが様々な方法で無作為に、抽選を行い、その指示のもと、番組ディレクターや AD が全国を駆け回り、日本全国の人々にスポットを当て取材、紹介するバラエティ。今回の放送では、笑いコラ名物企画、謝罪の祭典。カメラに向かってごめんなさいが久々に復活。 青森では幼稚園に通う男の子が好きな人が選べなくてごめんなさいと困っている様子を見せる好きな女の子たちを連れてくると男の子を取り合って大騒ぎに別の幼稚園では工作が大好きすぎる男の子が段ボールで作った対策を披露今時の子供ならではの最新かつエコな機能にすごいとスタジオから拍手が起こる阿部良平 メンバーたちの恥ずかしい間違いをメモ。入学早々モテすぎてごめんなさいと謝る。男子高生は、好きな女子生徒に告白をすると宣言。100%自信あります。と豪語し、告白直後、カメラの前に現れ結果を報告する。そして新橋では酔っ払った男性が、自分の誕生日のために買った、豪華なデコレーションケーキを自慢。 しかしその悲惨な結果にスタジオ中が悲鳴を上げる。さらにゲストの安倍が、スノーマンメンバーに向かって、ごめんなさい。お。メンバーたちの恥ずかしい間違いをメモしているという安倍は、その内容をばらしてしまう。日本列島ダーツの旅では、沖縄県と科敷村へ。番組では、一年経ったらこうなりましたの、旅新人アナウンサー編と題して、今春。 日本テレビに入社した新人アナウンサー3人に密着し苦悩と成長を記録今回は10日後の生放送デビューに向けた研修の模様をオンエアするゲストの劇団1人はかつてドラマの撮影でどうしてもイントネーションがおかしくなってしまったという失敗談を披露デビューの思い出を聞かれた渋谷渚は NMB48 デビュー時の自己紹介で 緊張のあまり不自然になってしまったポーズを再現する。また、日本列島ダーツの旅では、沖縄県と科敷村へ、大阪からリゾートバイトに来て一年になるという女性は、玄関前に広がっていた光景に驚愕したと言い,い、その写真を公開。島留学の子供たちを受け入れているという家では、留学生の子供たちが島の体験で培った、見事な料理の腕前を披露し、 公民館では、地区対抗のバレーボール大会打ち上げで、老若男女が大盛り上がり。そんな明るい村人たちばかりが出てくる VTR に、安倍は、めっちゃ行ってみたくなりました。と、渡嘉敷村に、興味津々になる。スノーマン宮舘良太、美しい横顔や荒れやかなカメラ目メ線が眩しい、ファッショナブルなショット続々と公開。パールのネックレスや、 ラグジュアリーなスーツやジャケットを着こなす宮舘に美しい、セクシーの声が殺到。ラグジュアリーなスーツやジャケットを着こなす宮舘に美しい、セクシーの声が殺到。スノーマン公式インスタグラムが宮舘良太のファッショナブルなショットの数々を公開した。公開されたのは宮舘がスタイリッシュなコーディネートに身を包みポージングする9点のショット。 ソファにもたれつつ、背中横顔を見せる、ブラックデニムコーデのショットや、ロングコートの内側をワイルドに見せるサスペンダー、シャツコーデ、細いストライプのスーツハットに、パールのネックレスが映える、うつむきショット、ボルドーのジャケットと長い前髪から覗く目元が、美しいショット。さらに、たくましい二の腕がチら見えする、タンクトップワイドパンツのコーデ、 レザージャケットの首元に手を添えてカメラをあでやかに見つめるショット。ホワイトのハーフパンツのスーツブーツで座ったショット。背中の装飾が鮮やかなコートとスニーカーのミックスコーデ、そのコーデでフードをかぶり振り返るショット。美しい、セクシー、かっこよすぎる、などといった絶賛の声が殺到している。スノーマン公式インスタグラムが 宮舘良太のファッショナブルなショットの数々を公開した。公開されたのは、宮舘がスタイリッシュなコーディネートに身を包みポージングする9点のショット。ソファにもたれつつ、背中横顔を見せるブラックデニムコーデのショットや、ロングコートの内側をワイルドに見せるサスペンダー、シャツコーデ、細いストライプのスーツハットにパールのネックレスが映えるうつむきショット。 ボルドーのジャケットと長い前髪からのぞく目元が美しいショット。さらにたくましい二の腕がちら見えするタンクトップワイドパンツのコーデレザージャケットの首元に手を添えてカメラをあでやかに見つめるショットホワイトのハーフパンツのスーツブーツで座ったショット背中の装飾が鮮やかなコートとスニーカーのミックスコーデそのコーデでフードをかぶり振り返るショット美しい セクシー。かっこよすぎる。などといった、絶賛の声が殺到している。スノーマン、ラウールの、スパーショットをエアメイク、オダギリヒロが公開。秋にイットに映える、あでやかチークに、絶賛の声。いつも、ラウールの美しさを引き出してくれるヒロさん、ヒロラウのコラボが大好き。スノーマンのラウールの、スパーショットを、エアメイクアップアーティストのオダギリヒロが、 自身の公式インスタグラムで写真を公開した。ラウールは6月21日発売のスパ8月号像館の表紙に登場。ラウールとオダギリのコラボレーションはファッションショーなどで話題となっていたが雑誌でのセッションは今回が初めてとなる。公開されたのは白いニットを着たラウールが頭の下に両手を置いて何か言いたげな表情でカメラを見つめるショット。 ラフなようで計算されたヘアスタイルやチークが美しい表情やシチュエーションを活かすメイクが生えている最近インターネット上で話題沸騰中の写真がありますそれは魅力的なビジュアルで見るものを魅了してやまない一枚ですこの写真には美しいという声が殺到し多くのファンから絶賛のコメントが寄せられています特に注目されているのは その写真を撮影したヒロさんとその美しさを際立たせるラウールの魅力です。ヒロさんは常にラウールの魅力を最大限に引き出すことで知られています。彼らのコラボレーションはファンにとってたまらないものであり、ヒロラウのコラボが大好きという声が後を絶ちません。この写真が公開されてから SNS 上ではいつも素敵な写真をありがとうという感謝の声も 多数寄せられていますラウール自身もこの写真について特別な撮影だったとコメントファンとの交流を通じて自身の魅力を再確認する機会となったようです彼のファンは彼の美しいビジュアルとともにヒロさんの技量にも敬意を表していますこの写真は単なる一枚の写真以上の意味を持っていますそれは ファンとアーティストの間に生まれる特別な瞬間を象徴しており、その一部になれたことを誇りに思うファンが多いことでしょう。今後も、ヒロさんとラウールのコラボレーションから生まれる、様々な魅力的な作品が期待されています。この写真が示すように、美と芸術は人々を結びつけ、感動を与える力を持っています。ヒロさんとラウールのコラボレーションは、その最たる例であり、 今後も世界中のファンを魅了し続けることでしょう。